新しい舞子駅は愛知県知多市新舞子にある名鉄とこな目線の駅である。駅番号は TA16。駅名、地名の由来は当駅付近に広がっていた防砂林のある砂浜一帯が兵庫県神戸市田ルミ区にある舞子付近の風景と似ていることからである。相対式2面2000ホームの地上駅。終日友人駅である。 2010年7月16日より新駅舎となった。また、駅北側の踏切の歩道拡張に伴い、ホーム北側を削り南側を若干延長した。ホーム有校長は8両である。東改札が友人、西改札が無人。地下道で行き来することができ、西改札は2010年3月から使用開始となった。両入口とも駅前にロータリーが設けられており、 改札口のすぐ側に自転車置き場がある。西改札口にはさらに自動車のパーキングもある。両入り口ともタッチパネル式自動券売機があり、ミューチケットの購入も可能。西改札側構内には生産やマナコや交通系 IC のチャージに対応する設備がないため、出場に際してそれらが必要な場合は、東改札の生産窓口を利用しなければならない。 下の統計、移動等円滑化取り組み報告書によると、近年の1日平均乗降人員は、下表の通りである。2005年に特急停車駅になって、利便性は向上しているが、利用客はそれほど多くない。近年は、利用客が増加傾向にある。ありがとうございます。